What do you say, Buck? ディズニーの「アラジン」「ライオンキング」のクリエイターが送る伝説の冒険小説が待望の完全映画化。ハリソン・フォード主演「野生の呼び声」。子供の頃読んで、子供たちには必ず読ませて、みんな感動を楽しんでましたけど、主人公であるバックっていうこの犬の存在はですね、私自体も犬、子供の頃は随分飼ってたり、また今の息子の豪太が捨て犬を拾って、シベリアンハスキーの雑種なんですけど、これがもう子供たちの赤ん坊の面倒までしっかり見てくれてると。子供の頃自分が拾われた恩義を今でも感じてるのかなと。 How do you feel about an adventure? Beyond all maps. We could go. You and I. 僕はアラスカも何回も行ってますけど、やっぱりもう極端に言うと一歩ずつ景色が変わってきますよ。いや、すげえなこれ。でまた行ったらまたもっとすごいものがある。もう次から次へと、まあ未知の世界の感動ということが旅を続ける大きな動機にもなってますけれども、年を取っても人間は冒険、あるいは未知の世界へ入りたいと、そういった時のバックは最強のパートナーだと。こういう犬がいたらすごいなと。But he could not be broken. 冒険に次ぐ大冒険、人と犬との絆の物語。ぜひ劇場でこの冒険を体験してください。